さて、うまく動いてくれるでしょうかね。お前は彼らを買っているのだろう、よろしく。ええ。まあ、諸葛亮の腹の底までは知れたものではありません。ならば、私も信じよう。劉備たちを買うお前を。しかし、東南の風を待って水上で駆けか。まさに健康に一滴だ。あ、周遊、ルシ君。もう軍議終わったの？ねえ、劉備軍と軍議だったんでしょ？はい。ですが、向こうは軍師の諸葛亮だけでした。なんだ、劉玄徳様、どんな人かと楽しみにしてたのに。